皆さんこんにちは、ペッサでございます。猫姉妹とエニシエ武将で遊ぶ三国志 DS3 で80回目いきましょう。さあそしたらいきましょう。いざ劉備さんへ。まあこの3人ね、あと長領さん、小町さんで、光石さん、定成功さんね、もう武力の有り余ってる人だね。さあこのもう10人でええかな。地形はそうか、これ多分右上から行くから動けるあれの方がええんだよね。長領さん水軍でもええかもね。水耕、水耕、水耕、水神で、カポートンさんは、これやね。で、馬長さんも、よし、はい。今回は劉備さんがね、最後になりましたね。ああ、テテコさんこっちか。京井さん、もうね、正攻法でいい。南側からね。そう、光石さんがね、速攻持ってないんだよね。
あとはね、みんな速攻持ってないからね、じわじわ来るしかない。まあね、あと捕らえてっていうのがあるんでね、できるだけ、ちょっと今回は引っ張って、あとまあね、必要かどうかわかんないですけど、エンディングもありますからね。走行持ってたよね。よくね、うん、決め覚えた。
まあ、ね、戦術剣術はちょっと使わないでいきましょう。さあ、一発でも決めちゃいましょうか。はい。ああ、もう一回やろうかな思ってたけど、いけそうやね、これ、この回で。まず伊勢木さん、カード持ってんのね。うん、さすがにね、あの相性がいいからみんな来るね。カオンさんね、パキューケンさん、あー、カンタクさんはね、孫健さん側やから。そっちさん来なかったね。おお、了解さんも来なかった、珍しい。老職先生も、主導さんね。
リキさんなんて言ってたらね、あの寺尾明さん思い出すけどね。で、リュウビさん、うん、うん、転送さんで、はい、で、あとはね、もう褒美だ。大丈夫か。もうこれでだってあれしたら終わりやからね。さあ、あとはちょっと、まあ、もう意味ないんだけどね、将軍だけ任命して終わりましょうか。あ、テスコがマイク上いけんねや。ああ、判断しよう。はい、上が詰まっとんね、かわいそうやけど。カウンサムラが全然やねんな。ねえ、ああ、少な、全然戦い出てへんねや、カオンさん、チョウヒさんら。あれ、カオンさんどこ行った？あ、怪我か病気か。そうやろうね。怪我はしてないけど、ああ、有名が全然ない。ああ、そういうことか。なるほどね。はい、では、エンディングですね。各地の重臣を一堂に集めたとね。もったいないお言葉と。
間の復興というね大事に挑まねばならないと。天下統一にはるかに難しい事業になることでしょうね。不定のやからね。旧和光正し法を整え産業を奨励し治安を強化するね、ここの統治手腕により、大陸は急速に活力を取り戻したと。万民の幸せな声が大陸に満ち、ここの民に愛され、中華屈指の名君として、史書に記されることになるのであると。エンディングを見るにさあ本当はね縦画面の方がいいかもしれないけどね。はい、ということで、これなんか、そうか、これはあれやな。カーファイルがね、結構、79か、意外とやったな。歴史イベントなんか全然見てへんしね、最初の方やってないっていうせいもあるんやけどね。何やろ忘れてんの。わかんないなあ。太平洋術の書とか取ってるからな。大概取ってたと思うんだけどね。ちょっと見切り発車でやっちゃった分ね。で、15人、曹操さんとかが一番多いんか。孫権さんも少ないな、30何人ね。劉燕さん、劉表さん、張角さんはみんな一応持ってるんや。そういうこと。はい、ということでね、80回にわたりましてねお送りしました、三国志 DS3 のね猫姉妹バージョンね、これにて、終了したいと思います。で次回はね、何をしようかな。ちょっと初めてやる三国志であったらまた劉備さんかそこらでねやって、で他のやつでしたらねちょっとまた猫芝居とかねその辺使ってやっていくか、全然やったことのないね、シナリオとかでねやってみるのもいいかなと思っております。ご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ではまたね、次の動画もご覧いただきたいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。